皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。本日はギター音楽何にも関係のない、雑談動画でございます。たまに訪れる滝沢の雑談動画でございます。近頃私が感じたこと、思ったこと、気づいたこと、そんなことをつらつらとお話をさせていただいて、まあ皆様にもですね、なんか考えるきっかけとか、なんかこうあったら嬉しいなっていうプラス、まあ自分の考え方を少し整理するためにこうね、ちょっとつらつらとお話をさせていただこうかなと思っております。まあお時間がある時のほほんと楽しんでいただけたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。お題としては、元気のないアンパンマンから元気をもらうわけにはいかないみたいな話でございます。まあ、アンパンマンっていうこのね、円形の集合体みたいなこのキャラクターがあるわけじゃないですか。で、こう、よそにこうまたこのカバタくん、カバオくん、まあ、ないしはカバっていうキャラクターがいまして、まあ、そのカバオくん、カバタくん、ないしはカバがですね、アンパンマンお腹すいたよみたいな感じでこう言うわけですよね。で、そこでね、このアンパンマン優しいから、もうね、パカーンつってこう、僕の顔を食べなよみたいな感じで、このね、もう脳みそバコーンみたいな感じで、もうカバ、ないしはカバタ君に、もうね、分け与えて、カバタ君がうめえうめえってなるわけなんですけども、もしその時にこのアンパンマンがですね、もうヘトヘトで、顔ぐっちゃぐちゃで、ボッコボコで、もう、辛くて、その時にそのカバタ君、カバオ君、ないしはカバ君がですね、アンパンマンお腹すいたよって言った時にさ、アンパンマンが、僕の顔、僕の顔、あれどこだっけ、僕の顔食べなよって言われても、カバ君としてはね、いや、ごめん、大丈夫だわ。ちょっととりあえず自分のことなんとかしてくれっていうふうにこう思うわけじゃないですか。だからアンパンマンがですね、その、正義のヒーローらしく、その誰かにこう優しさを振りまいたりとか、その愛を振りまいたりとか、僕の顔を食べなよと、その食物をですね、振る舞うためには、アンパンマン自身が元気であったりとか、健やかであったりとか、完璧な状態である必要があるというわけなんですよね。まあ、それはまあね、アンパンマンもそれはね、いろいろこう汚れたりとかして元気ない時もあるかもわかりません。でも元気ない時は元気ない時なりに元気になる努力をしなければいけない的な話なわけでございますよ。それがまあそのアンパンマンっていうヒーローがですね、まあ、できる最大級の愛なのかななんて思うわけなんですけれども。ちょっと今日はですね、めちゃくちゃこう断片的にいきます。とてつもなく話はめちゃくちゃ飛びます。マウントを取るっていう考え方ありますよね。なんかツイッターとかさ、Facebook とかさ、なんかこのね、SNS 見てるとさ、なんかこの言い争いみたいなのね、少なからず見る機会ってあるじゃないですか。で、その中でこうね、マウント取ってきたとか、マウント取られたうんたらかんたらみたいな、そういう考え方もあると思うし、やっぱりこうね、文字のこの感情のぶつけ合いっつうんですかね、その話し合いっつうんですかね、議論っつうんですかね、そういったものはなんか本当ね、もうめちゃめちゃこうね、もう立て板に水みたいな感じでさ、もうね、本当にもうああいったこういったみたいな感じで、ああいったらこういうみたいな感じで、全然その解決の糸口がない状態っていうので、まあたくさんあるわけですよね。皆さんも少なからず見かけたことあると思いますし、巻き込まれたこともあると思います。自分自身がやってしまったこともあるかと思います。芸人の田村淳さんって方がいらっしゃるじゃないですか。田村淳さんのチャンネルで、この間、夫婦別姓について、武田さんっていう方と、この話し合いをしている動画がありまして、ちょっとそれをですね、つらつらと見てたんですよね。で、その、夫婦別姓に賛成の田村さんと、夫婦別姓にその反対の武田さんが、まあその議論をするというか、話し合いをするみたいな動画だったんですけども、その動画がまあ本当に素晴らしくて、まあその意見の食い違いとかもね、少なからずあったりとかするんだけども、もう武田さんのね、その物腰丁寧なね、柔らかな言い方がね、もう本当に素晴らしくて、田村さんが、その夫婦別姓についていろいろこの意見交換というか、反対の人の意見も聞きたいんだけども、ツイッターだとどうしてもね、この言い争いというか、言い負かそうみたいな、なんかそういう人たちが出てきちゃって、なかなか話にならないから、まあ、今回その竹谷さんが来てくださってすごく嬉しいですみたいな話をしたらね、竹谷さんがね、もうすごい物腰丁寧な口調で、ツイッターね、すごいこうなんか感情のぶつけみたいな感じになっちゃいますからね、みたいな、ね、そんな感じのね、すっごいこう丁寧に、もう夫婦別姓とはどういう概念で、どういうところが反対で、どういう問題が起こってみたいなことをね、すごいもう丁寧に説明してくださる動画なんですけども、もし見たことない方いらっしゃいましたら、ぜひ見てみてくださいませ。その武田さん、すごいもう優しそうな、めちゃくちゃいい人なんで、で、その動画見て思ったこととしては、なんかね、こういう話し合いってすごくいいなって思いまして、やっぱりこう、ね、普段 SNS とかで見るこの言い合いってさ、なんかこう自分は正しいとかさ、自分は間違ってないっていうその自己防衛のその、なんか盾で殴るみたいなだったりとかさ、もうお前は間違ってるみたいな感じでこうね、直接パンチを下したりとか、なんかそういうことですごいたくさんあるじゃないですか。でも元々のそのコミュニケーションの根本っていうのはさ、その相手の気持ちを理解することだったりとか、その自分が思っていることを相手にその、ね、伝えるコミュニケーションが大事だったりとかするわけで、そういったものをね、そのね、自分は正しいボーンみたいな感じだったりとかさ、お前は間違ってるボーンみたいな感じだったとしても、絶対そこにはですね、そのボーンって言われて、そうね、あ、わかりました、ありがとうございますみたいな感じはやっぱならないし、何くそみたいな感じはやっぱ皆さんなっちゃうじゃないですか。だからね、本当に、その竹谷さんと田村さんの動画に関してはですね、ああ、やっぱこうあるべきだよな、みたいな感じですごい、なんか参考になったというか、なんか、ああってなんか気づかされたっていう動画ですね。ちょっと話は違うんですけども、僕もやっぱね、少なからず、他の YouTuber さんとかね、その SNS を使っている方々とは比較するとね、少ない方だと思うんだけれども、少なからずやっぱね、ちょこちょこあったりとかするんですよ。例えばですけども、この間、そのツイッターでちょちょろっとそういうなんか発言をしたら、まあ、とある方からリプライいただいて、全然知らない人っすよ。会ったこともないし、ね、初めてのリプライですよ。全然知らない人から、竹谷さん、そこで、なんかこう、ね、物事をその、ね、考えるのやめるのは思考停止すぎませんかっていうふうに、この、ね、リプライがついたんですよ。思考停止すぎませんかってすごいなと思って。まあ皆さんね、言葉のその文化っていろいろあるからさ、皆さんその何とも思わないかもしれないし、おい、竹谷さん、それは考えすぎだよっていうふうに思うかもわかんないけども、少なからず僕にとっては、その初めましての人、特にその会ったこともなければさ、文字で初めてコミュニケーションを取る人に対して、思考停止すぎませんかっていうのはね、絶対使わないと思うんですよ。絶対使わないと思うんですよっていうか、絶対使わないんですよ。なんでかっていうと、思考停止っていうその4文字って、結構侮辱の意味を含んでるなとすごく思っていて、バカにしてるっていう意味です。平たく言うと。なので、もしそういうふうに思ったとしても、僕だったならば、もう少し踏み込んで考えてみませんかとか、そこで、もうちょっとこの配慮をしていただけませんかとか、その先にはこういう考え方もあるんですよっていう提案だったりかもすると思いますし、そんな感じでね、もうこの言葉を使う人とちょっとこうね、ああ、ちょっと話をする気になれるわと思って、ちょっと、ごめんなさいって話になっちゃったんだけども、まあ、その方はね、その後に、またこう、いろいろと、なんか昔から応援してますとかさ、なんか別に侮辱する意味はありませんとか、意図はありませんとか、まあ、そういうふうにやったんですけども、まあ、僕はね、基本的にその言葉に関してすごいこう気をつけているので、その言葉の使い方とかさ、物の言い方とかのその価値観がそのいい悪いじゃなくて、上下じゃなくて、僕と合わないなって思った人とはあんまり話をしたくないって思うので、まあその時はごめんなさいっていうふうになっちゃったんだけども、どうですかね、思考停止すぎます。言うかな僕はまず、仲のいい友達でもまず言わないけどな。でも、それが現代の価値観なんですかね。思考停止すぎますって言えますかね？言いますかちょっと僕は言えないなって。ちょっと思いますね。まあ、それはさておき。まあ、そんなこの一方的な価値観みたいなのをぶつけ合ったりとかするような、この SNS とか見てると、ね、辟易するけども、田村さんとその竹谷さんの話し合いはすごくいいなっていうふうに思いましたねっていう話でした。はい。別の話。突然時事ネタはまたこうぶっ込んでくるようんですけども、フェミ議連の方々いらっしゃるじゃないですか。フェミニストなんとか議連なのかな、ちょっとわかんないけども。まあ皆さんご存知かと思います。めちゃめちゃメディアでも取り上げられているからね、少なからず目にしたことあると思うんですけども、まあとあるね、その VTuber の東條凛香さんという方がいらっしゃって、で、その方がね、まあ警察署と、まあタッグというかコラボをして、まあその交通安全のその啓蒙活動みたいな、そういったこうね、動画を作って、で、発表というか、公開されたんだけども、そのフェミ議連の方々がその東條凛香さんに対して、もう女性差別だと、この性的対象になってうんたらかんたらみたいな感じで、その抗議をして、で、動画の削除と謝罪を求めるみたいな感じで、この抗議文を出したわけなんですよ。で、その抗議文を出した内容がもう、ちょっとまあ、あまりにも荒れすぎて、なんかすごい炎上っていう形になっちゃったんだけども、なんかこのね、一連の事件ってね、僕ね、すごいこのね、興味深いなって思って、なんか本当にもう現代ならではの問題だなってすごく思っていて、興味深くすごい見てるんだけども、まあちょっとこのままね、フェミ議連の方々はね、なしのつぶてというか、まあだんまり決め込んじゃうのかなって感じで、少し残念な気持ちではあるんだけれども、なんかすごいこの、そういう象徴的な出来事だと思うんですよ。なんかそういうね、その一方的な価値観をそのぶつけるとこういうことになるっていう、そのね、一つのモデルケースだと思いますし、鬼の首を取ったようなって言い方がありますけれども、本当にその通りで、もう周りの方々がね、もうすごいこうね、こいつが悪い、あいつが悪い、そいつが悪いみたいな感じで、こうね、祭り上げられやすい環境を作るとね、こんな感じになっちゃうんだなっていう。まあ、もちろんそのね、フェミキルの方々が僕もね、まあ、よろしくないとは思うけれども、それがね、詐欺とかさ、犯罪とかでなければさ、モラル上のルールだとさ、なかなかこう、ね、世論でこうね、なんとかするしかなくてさ、その逮捕とかさ、その罰則っていうふうにいかないわけじゃないですか。だからこうね、また難しいところではあるんだけど、その辺もこう象徴的だなとかってすごく思うんですけども、でもこのフェミキルの方々が、もし、仮に、早々に謝罪して、その抗議の撤回をしたら、今、全然違う形になっていると思うんですよね。って思いませんか？例えば、そのフェミキルの方々が、その東條凛香さん、そして警察庁の方々に対して、まあ、その抗議文を出しました。謝罪と動画の削除を要求しますと。で、それらをね、その周りの方々からね、おかしいおかしいおかしいみたいな感じで炎上するじゃないですか。で、その炎上した時に、そのだんまり決め込んだりとかね、私たちは悪くないとかね、そんな権力あるわけがないじゃないですかとかって、そのね、自分たちは悪くないとかって言うんじゃなくて、早々に価値観を改めて、あ、これは間違ってましたと。今までその女性差別をなくしたりとか、女性の社会的地位を向上を目指したりとか、女性の社会進出とかを目指して、まあ、こういう活動をしてきて、これに関してもこういうことを思って、こういう抗議文を出したんですけれども、皆さんのご意見を頂戴して、これらは私たちの勘違い、間違いだと、確信しましたと。大変に申し訳ありません。警察署の方々、そして VTuber の東條凛香さん、そして VTuber の東條凛香さんのその制作会社の方々、改めてその関係者の方々、ファンの方々、もう本当に申し訳ございませんと。もちろん、これは撤回しますし、改めてこちらから謝罪いたしますと。で、そこからね、まあ、そのコラボ、タイアップ、ないしは、まあね、なんかしらのこうね、活動でもいいんですけども、まあ、同じ松戸市を、まあ、盛り上げるね、その人間として、まあ、これから東條凛香さんと切磋琢磨頑張りたいと思いますので、なんかこれからもよろしくお願いします。今回は大変申し訳ございませんでした。みたいなことを早々に言ったならば、多分、今の選挙とかをもっとうまくいってるはずだと思いますし、増田薫さんのツイッターとかもね、もっとこうね、心温まるものになってると思うんですよ。本人もそうですし、周りの人間もそうですし。だから、このね、事例で僕はすごいいろんなこの学んだなってとこあるんですけども、やっぱ一番の学びとしてはですね、早く謝る。謝るってめっちゃ大事だなって。思いました。同じような感じのね、YouTuber の方々とかもそうじゃないですか。ちょっと僕 YouTuber の方々全然わかんないですけど、なんか緊急事態宣言中になんか飲み会やってうんたらかんたらみたいなのとかさ、なんかこう、コンビニの前でたむろしてうんたらかんたらみたいな感じですごいこう、炎上した方々いらっしゃるじゃないですか。なんかあの方々とかもね、その早々に、なんか今回申し訳ございませんでした。でも僕たちはこんな感じでこんな感じでって思って自分語りをするんじゃなくて、まあ単純にそのね、迷惑かけてしまったことに対して、謝って、まあそのコンビニのね、近隣住民の方々にも迷惑をかけてしまったと思うんだったらば、近隣住民の方々に一軒一軒、まあ菓子折りでも持って回ったりとかさしてさ、で、そういったものをその動画にコンテンツにするんじゃなくて、その自分たちはこういうことをしましたと、文字でこうね、ペッと言ったりとかすればいいし、別に言わなくてもいいと思うし、そういったことをすればですね、別にそこまで盛り上がらなかったと思うんですよね。だからね、謝るってもうすごい大事だなってことを思いました。謝るってすごい大事。いやー、謝る、大事。謝ろう。謝ろう。違うわ、間違うからさ、人は誰でも。間違うとき必ずあるから。間違うこと自体は別に悪いことじゃないんですよね。間違ったときに、さあどうしたらいいかってことがまあ問われるわけなんですよ。だから間違ったら謝ろうってことをすごく学びました。はい、別の話。私、滝沢勝成、ちょいちょいと、その、車の運転をするんですけども、まあ、その車の運転をしながらね、そのワンセグでこうね、テレビのこの音声がこう流れてるわけなんですよ。で、これ、撮影しているのは11月の1日なんで、その選挙が終わったのも翌日なんですけれども、まあ、もちろん朝はですね、その選挙の内容について、その、ニュース番組っていうのかな、まあ、そこでこう取り上げられておりました。で、その僕が運転している時に聞いたのは、10代、20代の有権者の方々が、なぜその党に投票したのかっていう理由を探るっていうそのインタビューだったんですよね。で、それでこうね、10代の男の子、女の子、20代の男の子、女の子がね、こういうふうに思ったから、こういうふうに投票したみたいな。なんか夫婦別姓について私は賛成だから本当に投票しましたと。か、コロナウイルス対策についてね、すごいこうね、うまくできてると思うんで、本当に投票しましたとか。なんかこうね、年金の引き上げうんたらかんたらとか、そういったものに対してね、賛同できるから投票しましたとか、まあそういうことを話をしてるわけなんだけども、なんかね、あ、なるほどね、とかって思いながらこの言ってたんだけどもね、なんかね、僕の中でこうね、毎回ね、そのインタビューを聞くたびになんかね、その心の中ですごいこうね、もやもやと突っかかるものがあって、一番わかりやすいところでいくとすると、その、教育の無償化について、なんですけれども、まあ、とある女性の方がですね、弟さんかな、弟さんがその、ね、今大学生なんだけれども、コロナウイルスでなかなかね、そのまともな大学生活が遅れてないから、でそれをね、そういうこの苦労とかをなくせるように、まあ、誰でもね、その教育ってものをね、その安心して受けられるようにっていう意味も込めて、この問いに入れましたみたいな、あったんですよね。でそういったものをね、やっぱこの聞きながら運転をして、なんかね、別にその文句を言いたいわけじゃないんだけど、なんかね、すごくモヤモヤするものがあって、なんでかっていうと、その僕は、なんだろうな、やっぱ心の中で根本的にこの学歴コンプレックスみたいなのがやっぱね、あるのかなっていうふうに思っておりまして、僕はその高卒なんですけれども、まあ、専門学校とか大学生とかになりたかったけれども、まあ、家庭の経済的なね、うんたらかんたらで、やっぱそういう進学が叶わなくて、まあ、そのね、高卒からそのフリーターをして個人事業になってっていう、そういうあれなんだけども、でもやっぱりこうね、振り返ってみてもやっぱね、もし、お金を出してもらえるんだったらね、僕もみんな友達と一緒にやっぱ専門学校行きたかったし、友達と一緒にその大学生活行って、そのキャンパスライフを送って、就活したりとか、その一般企業に勤めてみたいな、なんかそういった人生とかもね、良かったのかもしれないなっていうふうに思ったりもするし、結果的に専門学校に行けなかったから、専門学校に行ってるやつらよりも音楽に詳しくなってやろうとかさ、ギターめっちゃ練習してやろうみたいな感じの負けん気根性があったからさ、結果的に良かったなってすごく思ってるんだけども、だからね、別にそういう学歴コンプレックスっていうとさ、すごいこう、めちゃくちゃこう、僕が卑屈な人間っぽく聞こえちゃうかもわかんないけども、やっぱり心の奥底ではどっかでやっぱね、ちょっと引っかかるものはやっぱありますよね。なんでそういうこうね、教育の無償化みたいな話になったりとかさ、大学を行けることがそういいことっていうふうに言われちゃうと、じゃあ大学行けなかった私はどうなっちゃうのっていうふうにこうね、つかかってしまうわけなんですよね。で、そういうことをなんかね、ちょいちょいそのインタビュー聞きながら、その年金問題とか夫婦別姓とか、そのコロナウイルスの対策うんたらかんたに関してもね、なんかすごいこうね、ちょいとこうね、なんか小姑止めみたいな感じでこうね、もやもやするものがあって、みたいな感じのこと思ってたんだけども、だからそんなことを思いながらね、この運転しててね、ふと気づいたんだけど、何と戦ってるのかなっていうことなんですよね。なんかすごいこのそれぞれのこのインタビューの話を聞いてて、なんか僕はこうね、なんかブツブツ文句をで心の中で思い浮かべながら、いやーって思うわけなんだけども、ふと振り返ると、僕は何と戦ってるんだろうかと。別に、教育が無償化されようが、まあ、変な話、僕は別に全然そのね、大学がそのね、行くことがその正義とされたとしても、別に僕は行けなかったからといって、それで別に不満はないし、別に人生に後悔もないし、別にそれはそれで構わないし、そういった世の中がね、実現しても別にそれはいいんじゃないのって普通に思うし、それに対してね、僕はいちいち何をそんなにコツコツ思ってるんだろうかと思って、っていうふうに考えると、なんかね、ずっと心の中でね、その、言葉の殴り合いじゃないけども、自分は間違ってないとかさ、なんか自分は正しいんだっていうことを、やっぱりこうね、自己防衛で自己主張し続けたい気持ちみたいなのって、なんかね、いろんな場面でこのあるのかもなっていうふうに、このすごく思ったんですよね。例えばだけれども、よくあるのがさ、ほら、機嫌で、なんかこの人を操るみたいなのあるじゃないですか。その会社とかアルバイトとかさ、その先輩後輩とか部活とかもいろいろある中でさ、その先輩がすげえ機嫌悪いから、なんかこう、すげえなんかね、なんか空気がピリピリするとかさ、なんか恋人がなんか機嫌悪いから空気がピリピリしてみたいな感じで、だからそんな感じでこうね、機嫌とか背中とかでさ、その空気を操ったりとか人を操ったりする場面ってあると思うんだけれども、やっぱり基本的に気持ちのいいものではないですよね。やってる側としてもやられる側としても、やっぱりこう思ってることがあるならばね、はっきり言ってほしいし、なんかこう感じたことがあるならね、さっさと言えばいいし、何をそんな我慢して、そのね、このピリピリしやがってみたいな感じで、その周りの人からしてみてもそんなにいい気持ちではないと思うんですけれども、それは分かってるんだけど、やっちゃうときってないですか？分かってるんだけどやっちゃうとき、あるんですよ。あったんですよ。その歌い手の営業とかさ、そのライブとかさ、まあもちろんそのお嫁ちゃんとか家族に関してもそうですし、友達とかにもそうですし、まあね、思い返すね、そういうのはね、ちょこちょこね、あったなと思って、で、そのね、その態度でその人を操ってしまっている時も良くないなって、そのね、気づいてるんですよね、分かってるんですよね。けど、それをなんかこうね、よく、そういう態度で、その人が操っていることを良くないなって思っている自分に気づけてないというか、そこまでこうね、気持ちが回ったんですよね。自分のことで精一杯だから。で、そこでこうね、こういう風な態度を取ったら嫌な気持ちになるだろうなってことは分かってるんだけれども、そこにこうね、考えがたどり着かないというか、だから本当にさっき言ったように、めちゃめちゃこう元気ではつらつで、心も体も健やかで、もう他人になんか愛とか優しさとかって普段言ってるようにさ、なんかこの気持ちの良い空気を提供するためには、僕自身がすごい健康であって健やかである必要があるみたいな。どっかで不機嫌になってしまったりとか、なんか態度に出てしまったりとかする時点で、僕の中で何かがね、不満があったりとか、我慢があったりとか、疲れてたりとかね、身体的に何かあったりとか、精神的に何かあったりとかして、なんかこうね、欠けてる時があるってことなんですよね。そこに気づいて、まあ、顔を変えるなり、なんか服装を変えるなり、アンパンマンの話ね。で、心の健康、体の健康をね、保つ必要があったんだけどね、なかなかそこに行けてなかったなってことまでもちょっとこれ思ったんですよね。だからね、今、ふと思い返すと、なんかそういったところで迷惑をかけた方々に対して、なんかすげえ申し訳ないなって気持ち今すごくなってきたし、なんか、そこに対してね、ごめんねとかって言ったりしたこともあると思うんだけどね、多分ね、ごめんねって心の中で思ってなかったと思うんですよね。なんで言葉の殴り合いとか、罵り合いとかね、なんかあれだなって思うけどね、多分僕もやってるんですよね。他人事ではなくね、本当もう他人の振り見て我が振り直せっていう言葉とは本当によく言ったもんですよね。我が振り直せって思ってるつもりでもね、実は自分に気づけてないっていうことたくさんあるなっていうことに、なんか今日はですね、運転しながらとか、なんかそういうところでね、すごいふと気づいた次第でございます。ちょっと一旦切りましょう。すいません。カメラが20分を超えるとたまに切れてるんで、ちょっと安全策で保険で1回切りました。ちょっとこの話はね、ここでこう言ってしまっていいのかちょっとわからないんですけどもね、ほんとね、先月もですね、そういったことがありまして、まあ、平たく言うと人を傷つけてしまったかもしれない的な話なんですけれども、一方的な価値観っていうのはまあ、あんまりよろしくないものでございまして、けどね、知らないところでね、結構やってしまっていると思うんですよ。例えばですけれども、皆さんが食べ物のトマトが嫌いだとしましょう。で、僕トマトすごく好きなんですけれども、トマトが嫌いな人に対して、トマトは栄養があるからさ、とかさ、トマト食べた方がいいよ、美味しいよとかさ、ケチャップ食べれるんでしょ、そしたらトマト食べれるよみたいな感じで、このヘリクスを並べたりとかさ、まあいろんなこと言ってしまったりとかするときもあると思うんだけども、そのトマトが嫌い、食べれない、食べたくないっていうのを決めてるのは僕じゃなくて、その本人なわけですよね。だから、いくらヘリクスを並べようが、いくら栄養価がうんたらかんたらとかメリットを並べようが、本人が、トマト嫌いって言ってるんだから、それを尊重しなきゃいけないわけですよね。そこを受け入れなきゃいけないわけなんですよね。なわけねえだろと。トマトぐらい食べれるよ。大人なんだからとかさ。トマトぐらい食べれるよ。なんかちょっとちっちゃくすればね、サルサソースとかにも入ってるし、トマトケチャップとかにも入ってるし、食べれるよとかって。よくないんですよね。山登りをしていて、途中で疲れたと言われても、いや、こんなに疲れるわけないよ。いつもこんだけ運動してるじゃないかと。こんだけ歩いてるんだから、こんだけのね、山登れるはずだよ。大丈夫だよ。頑張ろうよ。っていう風になったとしても、疲れてるかどうかっていうのをね、決めるのはね、周りじゃなくて自分自身ですからね、本人ですからね。同じような感じで、精神的に辛いとかさ、疲れたとかさ、なんかもうやってらんねえみたいな感じで不安があるとかさ、これを、なんか新しいプロジェクトをスタートして、この新しいプロジェクトがね、うまくいくかどうか不安だみたいな感じで思ったとしても、いやもう大丈夫だよ、お前ならうまくいけるからとか。ね、今までもめちゃめちゃうまくいってるからね、こんぐらいのプロジェクト大丈夫だよ、俺もやったことがあるからそんな大したことないよって、だから不安になる必要はないとか言ったとしても、そのプロジェクトをやったことがないから不安になってるのは、本人なわけであって、僕が決めることではないんですよね。だからそう考えるとね、結構いろんなことがなんか言えるなと思っていて、こんな言葉を投げかけたぐらいで傷つくなんておかしいとかさ、なんか別にそういったつもりで言ったわけじゃないんだけども、それで悲しがるのおかしいとかさ、腹立てるのおかしいとかってさ、いう場面でちょこちょこあったりとかするんだけども、結構そういうのってね、細かく言うとね、いっぱいあるような気がするんです。で、僕も先日、ちょっとね、ここで言っていいかどうかわからないんだけども、まあツイッターでつらつらととある人のことを書いたんですよね。ちょっと文句っぽく。でもね、プンスコーみたいな感じで、ビャーッつって、何してんだ、こんにちはみたいな感じで。で、まあね、割とやんわり僕は言ったつもりなんだけども、本人が、もしかしたらすごい傷ついたかもしれないなと思って、すごい反省をしました。そんな、ね、ツイートぐらいで、こんな文言を並べたぐらいで、ねえ、そんだけのことね、僕にしたんだからね、僕こんだけのことしてもで、別に悪くないでしょみたいな感じにちょっと思ってたんだけども、でも考えてみたらね、本人がね、傷ついたりとかさ、ショックを受けたりとかしてね、なんか嫌な気持ちになってしまったりとか、なんかネガティブなマインドを背負ってしまったならば、そういうきっかけを与えてしまったならば、それ申し訳ないなと思うし、そういったこうツイートをした後にですね、その本人の人と一回会ったんですよ。で、その一回会った時にですね、なんかそういう話に特になるわけでもなく、まあ普通にこう接しちゃうわけなんだけども、まあ最終的にですね、なんか、ちょっといつもと違う様子でこういろいろとね、一言二言話をしてくれまして、で、その時にですね、あ、めっちゃ申し訳ないことしちゃったかもって、なんかすごい反省をしたというか、全然、なんだろうな、そこまで気が回らなかったけど、もしかしたらめっちゃ傷つけちゃったかもしれないなって思って、なんかすごいこの反省をした次第です。まあ、ちょっとその方もですね、直接なんかお話をしようかなと思ったんですけども、なんとも難しいところだなと思って、ちょっと、そのままにしてしまっております。なんで、まあこの動画を見てたらですね、ちょっと、あ、多分俺のことかもみたいな感じで思ってるかもしれないですけども、いやー、その説はまあね、ごめんなさい、本当になんか、別にそういう攻撃をしたりとか傷つけるつもりで言ったわけじゃなくてね、ちょっとまあじゃれ合いの一環で自分としては書いたつもりなんだけどね、そこでこうショックを受けたりとかね、なんかもしなんか悲しい気持ちにさせてしまって、ああ、もう二度と会いたくねみたいな感じになってほしくはないからね、もしそういう風になってしまったならば大変に申し訳ない、ごめんなさい。なんでまあ、もし差し支えなければ、また遊びに来ていただけると嬉しいなっていうことだけは、一言、付け加えておきます。はい。まあ、そんな感じです。まあ、そんなところですね、まあ、つらつお話をさせてきましたけども、20分以上何を喋ったんですかね。ちょっとわかりませんけれども、まあ、つまりは、悪いことしたら、謝ろう。以上です。何が言いたいか分からないまま、終わりにさせていただきたく存じます。そんな感じで明日からも元気に生きていきましょう。さよなら、グッバイ。じゃあね、ありがとうございました。終了。